今回は冬にも楽しんでいけるパープルのクリア感のあるカラーでデザイン楽しんでいます。前回のアクリルカラーのデザインの道具にプラスしてクラッシュホイールを使っていきたいと思います。それではこのメインにですね合わせて残りの4本デザインしていきたいと思います。同じアクリルカラーを使っていきますが、また表現方法を変えてみたいと思います。前回作ったこのアクリルカラーはそのまま使っていきたいと思います。まずはその前回作ったアクリルカラーを中指のところにですね一層塗っていきます。ここには少し濃いめに塗っていきます。通常のカラージェルを塗る感覚と同じようにですね塗っていくんですが、アクリルカラーはやっぱりこの厚みに応じてですね薄さが変わってくるので、全体的に均等なこの厚みにしていく場合にはですね筆を少し倒すような感じで塗っていただくと均等に塗っていけると思います。でこの本当にカラーの量によってですね濃さを調整できるので、これくらい濃いものでもこんな風に透け感があってとってもクリア感が素敵だと思います。続いて親指にはですねメインと同じように根元からグラデーションをつけていきたいと思います。できるだけたっぷりめに取っていただいて、特に私の親指大きめなので大きい爪の方はですねたっぷり取っていただいて、まず根元の部分にですね爪のだいたい4分の1ぐらいの間隔でこれくらい置いていただいて、あとは両端は少しですねこんな風にちょっと U の字を書くような感じで乗せていただきながらとぼかしていきます。ジェルをまず定位置に置いていただいてから筆を縦向きにトントントンと動かすことによって自然にですねぼけていく感覚があると思います。そして一度の段階でですねできるだけぼかしていくといいと思います。そして一度硬化していただいてから2度目でもう一度根元の部分はしっかりこういうカラーを入れ、そして先端のところには薄くですね伸ばすような感覚でこんな風に作ってみてください。続いてメインの指と同じようにですねオーロラホログリッターとあとは湖面の雪をですね順番に入れ込んでいきます。クリア感のあるカラーって夏に人気になるのでやっぱり夏感が強いと思うんですけれども、冬には濃いめのカラーでクリア感を出していただくととても素敵に仕上がってくると思います。アクリルカラーを作っていく時のトーンをですね少し変えていただくと、夏はですね明るめで作っていただいて、冬に関しては少し黒とかあと焦げ茶をですねほんの少しアクリルの中にも入れ込んであげると冬にでも楽しんでいけるアクリルカラーに仕上がってくると思います。以前にもお話ししたんですが、少し前からコロナ対策としてサロンのお客様とお客様の間にパーテーションを立てたんですが、それからというものをお客様が見えるたびに皆さん結構特別感が出たというふうに喜んでくださって、なんか個室みたいで嬉しいというふうに言われるんですが、その影響からか今までも結構アットホームな感じでサロンで結構お客様といろいろなお話をしていたんですけれども、今まで以上に増して結構こう隣のお客様に聞こえたらまずいような内容とかをお話ししてくださるようになったんです。スタッフの中でも本当にお客様のこう声が隣から聞こえてくるので、いやいや壁じゃないですよパーテーションですよと思うぐらい焦ってしまうことがあるようで、そう思うと個室のような特別感も大事だなと思いました。では続いて最初に作ったこのアクリルカラーをですね小指人差し指にまたちょっと違った感じでですね表現していきますので、さっきの余っているジェルをですね半分ぐらい取っていただいて、クリアジェルを同じ量ぐらい混ぜていただいて薄めで作っていきます。一見こう薄い感じはするんですけれども、ジェルに比べてしっかりとカラーはですね発色してくれるので、これくらいの薄さでもいい感じのこうクリア感が出てくると思います。では早速、小指人差し指に塗っていきます。こういったクリアカラーに関してはですね中指の時にもお話ししたようにムラなく塗るようにですね筆をこう倒すようなイメージで塗っていただくとムラなく綺麗に塗っていけると思います。薄めに作ったこのクリアカラーなんですけれども、これもですねのせていく量によって多少ですね色の加減が変わってきますので、お好みの濃さで調整していただくといいと思います。ジェルのカラーでも同じようにクリアジェルを混ぜていくこの量によってですね色合いをちょっと調整していくことができるんですけれども、やっぱりアクリルに比べるとこの濃さがですねなかなか出なかったりとかクリア感が表現できなかったりするので、そういった時にですねアクリルカラーって本当に大事だなと思います。
グラデーションを作っていく時などのこの濃淡をですねしっかり出したい時はアクリルカラーでやっていただくといいと思います。では続いてですね、クラッシュホイールを入れ込んでいきますので、まずはのり代わりになるクリアジェルをですね全体にささっと塗ってください。このクラッシュホイールなんですけれども、以前も動画で使ったことがあるんですが、本当にまた金箔に似てはいるんですけれども、また金箔とはちょっと違ったこのクラッシュ感というか、この何とも言えないこのちぎれ具合というんですかねが、またちょっとこの金箔とは違った感じで表現できるので、とってもこれもですね使っていけると思います。今回はですね全体的に散りばめていきたいので、大きいもので大丈夫なんですけれども、全体的に散りばめていただいたら、大きいものをピンセットで崩すようなイメージで散りばめていくといいです。そしてあとは筆とかでですね調整して、こんな風にバランスよく大きいもの小さいものという風にランダムに乗せてあげるととても素敵になると思います。はい、ではこんな感じで一旦トップジェルでコーティングしていきたいと思います。同じカラー一つでこんなにですね濃さの違うクリアカラーですね、これだけでも十分素敵なデザインに仕上がってきています。またですねトップジェルをコーティングして、あとはミラーアクセサリーなどで少しアレンジ加えていきたいと思います。これも前回のメイン動画でですねご紹介をしたんですが、クリアカラーをですねこの透明感のある感じのカラーですねを作っていった時とか使った場合に関しては、トップジェルをしっかりとですねたっぷりめにコーティングしてあげることによって、また透明感がアップしてきますので、できるだけちょっと多めにですねコーティングしてあげるといいと思います。光のラインを出していくポイントとしては、本当に薄くのせていくのではなく、たっぷりめにですねジェル取っていただいて、拭っていくような感覚で塗りつつ、そしてその余ったものでですねしっかり光のラインをこう先端から根元にというふうに向けて作っていただくと作りやすいと思います。では硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて、形まで整えていきます。この形の整えに関してもですね、たっぷりめにトップジェルコーティングしていると思いますので、その分ですね垂れ具合とかを見ながらしっかりと削ってあげてください。はい、こんな感じで濃いアクリルカラーと薄いアクリルカラー、どちらもとっても素敵ですね。それでは早速ですね、私のお気に入りミラーセットを使ってアレンジしていきたいと思います。このネイルタウンのアイシングジェル とマジックパウダーペンですかねをもうセットにして、私勝手にミラーセットと呼んでいるんですけれども、もうこのセットはもう私の中で最近ですねもう手放せないセットになってしまっています。まずはですね中指のちょっと濃いめのアクリルカラーで引いたところなんですけれども、ここにはですねこの右のこの真ん中のあたりにですね、後から V カットストーンでアクセントを出していきますので、そこにストーンが乗ることを考えていただいて、こんな感じでちょっとうねりラインを入れてみました。今回はこんな感じでうねりラインにしてみたんですけれども、なんか 2本とか3本ぐらいですねラインで入れていただくのもありだと思います。本当にミラーの入れ方次第でイメージもすごく変わってくると思うので、こうどんなイメージにしたいかでですねラインを決めていくといいかなと思います。ではですね硬化していただいたら、ミラースティックでこんな風にミラーこすりつけていくんですが、私これ何回やっても結構このミラースティックはつけやすいという風にお話ししていたんですけれども、大丈夫だと思いながらも恐る恐るやってしまうせいもあるのか、ちょっと強く擦りすぎてしまって、最終的にちょっとエタノールで拭き取った感じになります。しっかりとこう真上から擦りつけていただくといいと思います。では続いて親指です。親指もですねメインと同じようにですね斜めラインになるように入れ込んでいきます。一度でラインを引っ張っていただいてもいいですし、私のようにですね2回に分けてやっていただいてもいいと思います。どうしてもこのしっかりとこう凹凸感を出していきたいときはですね、しっかりこのまず1段階目のところでミラー端のところとかラインとかをですねしっかり入れ込んでいただいて、その上にもう一度ですねラインを入れていただくと確実だと思います。もうすぐお正月ですが、今年はもう本当に最初からコロナでなんだかあっという間の1年でしたよね。その影響もあって今年は特にあんまりこう年末感もなくお正月を迎えるんだなと思うと、なんだかちょっと寂しい気もします。
はい、こんな感じでミラーを入れると本当にあのクリア感がより引き立ってとっても素敵ですよね。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後にですね、あのツヤ出しを兼ねてノーマイプのトップジェルをさっとコーティングしていきます。何もない、あの凹凸感のないところはですね、いっぺんに塗っていただいて、あとミラーをやったところに関しては1本ずつやっていくと確実だと思います。そして今回はですね、あの中指でご紹介していたように、この真ん中のところにですね、ミラーとミラーの間のところですね、そこに V カットストーンを入れ込んでいきます。こういった V カットストーンとか、こう後付けでつけていくものって、実際こんな風につけたいなと思っていても、あの爪の上に乗せていくとやっぱりイメージと違ってしまうことって結構ありますので、あらかじめこの机の上とかでですね、どんな風に組み合わせようか、あの形を決めてから上にですね、爪の上に乗せていただくといいと思います。このミラーがですね、あえて隠れるような感じでですね、あの V カットストーンの大きさを調整していただくと、よりいい感じに仕上がってくると思います。はい、こんな感じで完成になりますので、最後キューティクルオイル塗っていきます。キューティクルオイルを塗るだけでデザインが引き立ってくるので、オイルも大事にしたいところですよね。はい、こんな感じで完成です。今回はジェルカラーではなくアクリルカラーを使ってとカラーの濃淡を楽しんだデザイン、こんな風に仕上げてみました。同じアクリルカラーでも、あのクリアジェルを入れていく量によって淡いカラーと濃いカラー両方を楽しんでいけ、さらにですね、あの透明感が本当に半端なく、ジェルとはまた違った素敵な感じに仕上がってきます。アクリルならではのこのカラーの濃淡をですね、デザインで楽しんでいただくといいかなと思います。そしてホログリッターや、ホイールなどを使うことによってクリア感もですね、アップしてくるので、そういったものをですね、上手に使っていただくといいと思います。ぜひやってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。アクリルカラーを使うことによって濃いカラーもですね、クリア感で楽しんでいけるデザインになっていると思います。ぜひ参考にしてみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日中娘があのお風呂上がりに鬼滅の刃の小説をのちび息子の横で読んでいたんですが、中娘がトイレに行った隙にのちび息子のこのちょうどこう手の届く位置にその本が置いてあったので、それを触っていたら、あの本の表紙をこう手に取ってしまって、赤ちゃんお決まりのクシュクシュとやってみたら、なんだかそのクシュクシュが気に入ってしまったようで、よくあの赤ちゃんのおもちゃとかにもこうクシュクシュと音がするものってあると思うんですけれども、本当にそんな感じで、そのクシュクシュ感が気に入ってしまったので、あの中娘が発見した時にそれをあーと言って取り上げたら、ものすごく大泣きをしてしまいまして、仕方なく中娘は本の表紙を諦めちび息子に渡していました。すごい勢いでクシュクシュにされてしまい、そのクシュクシュに喜ぶちび息子と、その横で表紙を諦めた中娘、この光景が面白くてついつい写真を撮ってしまいました。まだハイハイとか動くことはできないんですが、もう手の届く位置のものはですね、結構もう自分で掴んで遊ぶようになったので、中娘もこれに懲りて、もう近くには大事なものを置かないと思います。どんどんいろんなことができるようになってきたちび息子なので、これからはもっとこのちび息子の周りに置くものとかを考えて注意していかないといけないですよね。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。